どうも、マックス鈴木でございます。本日は、カレー&ハヤシライスでございます。はい。で、今回、商品を、まずご提供してくださったのが、山梨県にあります日の丸ステーキさんというところでございます。で、僕も何回か動画でお世話になってるんですけれども、そちらの方が、もしよかったら召し上がってみませんかと言って、カレーと、あと、ハヤシ、あと、チーズとかローストビーフとか送ってくださったんですけど、今回は、カレーと、牛すじカレーと、あと、ハヤシライス。で、このハヤシライスの中に、チーズを 500g 溶け込ませました。で、早速内容なんですけれども、こちらがハヤシライスが、ハヤシソースが 1.5 のチーズ500で 2kg。ハヤシチーズ。チーズハヤシさん。で、こっちが、カレーライス、牛すじカレーライスなんですけど、牛すじカレーが 2590g。で、周りのお米が 2670g。で、合計すると5260。で、これ合わせて 7260g、7.26kg を、果たして、マックス鈴木は何分食べることができるのかと。で、タイマーを、ちょっとこれ最近買ったんですよ。ちょっと早食いやろうと思って。みたいな。フードバトルみたいな。フードバトルクラブみたいな。ちょっと、これを試しにちょっと使ってやろうかなと思っておりますんでよろしくお願いします。飲み物はウーロン茶。そもそも、食べきれるか不安なんですけれども、全力でやらせていただきたいと思います。というわけで今回は、大食いチャレンジタイムアタック編でございます。そんな感じで、それではもう早速いきたいと思うんですけれども、おそらく、かなりの死闘が予想されますので、閲覧注意になっておりますので、ここから先ご視聴いただける方はお気をつけくださいませ。でね、作ってちょっと時間が経っちゃったんで、20分が経ったかな。多分下の方はあったかいんですけど、上の方は多分結構冷たくなってると思います。っていう状態でスタートしますね。それでは、これちょっと使いたいだけなんですけど、ほんと今回。それでこいつがいるんですけどね。やらせていただきます。いきます。ちょっと待って。これ、7260じゃないですか。ちょっとだけ味だけ最近いいですか？すいません。ちょっとだけ。こんな感じ。牛すじはね、ポコポコっていうのが入ってました。コクがめっちゃくちゃあるね。で、野菜が結構トロトロに溶けた感じのサラサラっていうカレーなんだけど、サラサラもシャバシャバじゃなくて、トロサラみたいな感じの、めちゃくちゃうまい。で、こっちちょっとチーズぶち込んじゃったんですけど、だから粘土こんな感じになってるんですよ。チーズハヤシ。僕がアレンジしちゃったんですけど、ちょっとだけ。はい。もう、これはマジ、日の丸さん行って食べてください。もう優勝です。これ相当うまいっすよ。マジで。本当にこれうまい。はい。というわけで、行かせていただきます。じゃあ、先行っときますね。あ、先言うの忘れちゃった。ごめんなさい。いただきます。7260。60g 食べたとしても 7200kg。7.2kg でいいや。7.2kg でいいよ。いきます。7.2 早食いとかやばくないですか？いきますね。用意。スタート。よっしゃい。これ食べ方間違えるとおかしなことになるな。うまい。ああ、うまい。本当にうまい。でも結果しないにいかないと。あ、これワクワクしないですか？米とルーのバランス間違いないな。圧倒的にルーが多いわ。これはね厚さとの戦いです。あっちだ。これ多分これだけは飲む羽目になるね。そんな気がする。ルーだけってのも案外食べづらいもんですよ。これね、お米少ないの食べづらくしょうがない。でも使っちゃうと後がね、ちゃんと動いてますメーター。もう米使っちゃったよ。味わう系のやつだよね、これね。トロットロだよ。見てえな。この方がいいか。うん、無理だ、熱い。こっちはあ、すみません、先にこっち出した。こっちは最初だけちょっと熱かったかなぐらいで、中は食べやすかったです。温度はかなりぬるかった。こっちもご飯はもうちょっと冷たくなってきてて、ルーがちょっとだけ熱くてって感じでした。15分7秒70、ちょっと試しにやってみた感じなんですけれども、まあ、これが使いたかったっていうのがあってちょっと今後こやつの機会が増えるのかなと、ちょっとこっちの方にまた興味というか湧いてきましてっていう感じでございますので、今後ご期待いただければと思います。はい。改めまして、山梨県ですねございます日の丸ステーキさん、誠にありがとうございました。本当にカレーもね、牛すじカレーもハヤシライスもどちらも本当に美味しいので、もし、よろしければ落ち着いた頃にね、お伺いしていただければなと思います。おすすめしております。で一応ステーキ屋さんですね。はい以上、マックスでした。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。このチャンネルを、この動画を面白いと感じていただけたら、チャンネル登録といいねボタンの方よろしくお願いいたします。それでは以上、マックスでした。うちの商品、よかったら召し上がっていただけませんかっていうお声を、大変ありがたいことにいただける機会が増えてきてですね、あれなんですけども、マックス次自宅でチャレンジの方もぜひぜひお待ちしておりますので、まあ、この日の丸さんちょっとチャレンジしてみませんかっていうのを僕なりにちょっと内容を変えて、こうやってやらせてもらったんですけど、チャレンジの方もお待ちしておりますので、家でできる。よろしくお願いいたします。コメント欄よりは、Twitter、Gmail、Instagram のダイレクトメッセージとか、あとメールとかに送っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。失礼します。これちょっとテンション上がるね。ピッツ